はい、ジャン君おはよう。はい、おはようって言ってももう11時半です。ねえ、それでダラダラしちゃジャン君、そしてポンちゃんはこっち。ポンちゃん、ジャン君がどいたからポンちゃんそこに乗ったの。ポンちゃんおはよう。よいしょ。ポンちゃんごめんね、さっきはね、ふみふみしてたのにね、したかったのにね。ポンちゃん、ああ、ぽんちゃん、安定感が悪くてもそこでしたかったんだよね。あ、ジャン君がブラシを取り上げました。なんかレンズに曇りがあるぞ。ちょっと見えてるね。はい、綺麗になりました。ポンちゃん、うん、ポンちゃん、ジャン君行ってくる？ジャン君おいで。はい、はい、今ブラッシングしてたんだね。でももうそろそろあんま取れないんじゃないじゃんか。ジャン君、ジャン君、なんか考え事ですか？ジャン君、ジャン君はコスプレが似合うっていうことで、こんななんだ。これコスプレじゃないじゃんね。光っちゃってよく見えない。へいへい。一応穴開いてる方だっけ。あ、ごめん。はい、どうぞ。あ、これですか。また、はい、おしまい。ジャン君、はい、おいで。
ジャン君。ジャン君、どこ行っちゃうの？ジャン君、ポンちゃん、ポンちゃんおいで、ポンちゃん。よいしょ。パンちゃん、こと隙間。はい、パンちゃん。ちょっと暗くて分かりませんよ。戻ったんかい。はい。パン。はい、パンちゃん。はい。うん。はい。はい。もう外は夜景になっちゃってるね。ポンちゃん、ポンちゃん、大変です。プレゼント届きました。端から行きますよ。フェイスシールド、あ、この本式のやつ。フェイスシールドの何かな。メガネの部分かな。ほら、ここにはこれもあります。フェイスシールド。あ、これもフェイスシールド。そう、だからこれは何かなと思って。別の形のものなのか、それとも。メガネがなんとかって書いてある。本当にメガネが。こうなってるね。組み立て式なのかな。あ、これと後で後で研究します、うん、次に行かないと時間がどんどん。これは何かな。はい、これは何かな。フェイスシールドじゃございません。あ、これはあれだね、ランチョンマット。ランチョンマットだね。はい、かわいいですね。これフェイスシールドだと相手がびっくりするもんね。てか目が、前が見えません。はい。そして、蜂蜜、
100% のキャンデー。そう、私これ大好き。そういえば最近見かけないなと思って、昔ねこれすごい好きでね、こればっかり買ってた時あった。中がトロってするやつか。うん、あれ100% の他のものが入ってない 100% 蜂蜜を固めただけのやつなんで、ね、そういうこと。うんうん、それ好きだったんだ。はい、そしてこれはコーヒーかな。コーヒーです。ーー、ね、ありがとう、ありがとう。そして四角写真をなんとか使いたい。プリントしてみよう。へえ、これ何、スマホの上に貼るの。え、使うんじゃない。スマホ、あ、プリンターで使えるってことなんだ。スマホので撮った写真をプリントしましょうってことなんじゃない。なるほど、ちょっとこれも研究の余地ありだね。うん、はい、そして、はい、よいしょ、これが玉ねぎのドレッシングです。はい、玉ねぎドレッシング、うまそう。玉ねぎ入ってると美味しいんだよ ね、 ね、好きなやつだね。うんうん、そう、作っサラダ作ってる時も玉ねぎのやつ入れ忘れるとなんかちょっと寂しい味になっちゃって、うん、あ、入れ忘れたって思うよね。これはね、にゃーん、お、はい、椅子だ木製の椅子、かわいいね。なんか人形が撮る感じだね。ね、かわいいね。あのお座り猫さんとか、うん、お、はい、ポット、ポットです。かわいいね。小物としてね、あの写真の背景に使えるので、ね、大変助かります。かわいいね、ケトルだね。あの、なんだっけ、ポンちゃんもコスプレしていただきたいのね。し、うん、てくれるか、ポンちゃん。例えばね、ダメっすかダメっすか、ポンちゃん。これはさ、カオリンが乗せたらさ、お餅だね。うん、白いから。はい、どうぞ。白白カオリン乗せたらかわいいんですよ。でも意外とポンちゃん赤いマフラーとか、うん、あのマントとか嫌がらない、うんうん、そうなのよ、うん、普通につけてくれる、まあまあ、慣れそうな感じがあるのでね、うん、ジャン君は乗せられるんだけどね、うん、ということで、はい、はい、あとはね、メモ用紙、かわいいね、富士山のメモ帳。これは何かな、付箋が剥がれないよ。あ、付箋ってことだね。ははは、あ、スケッチブックの形をした付箋、はい、付箋です。これはうんと、多分ハンド&ネイルクリーム。はい、ありがとうございます。まあ、まあ、そうだね。はい、どうもありがとうございます。またなんかちょっと面白いものをいただいてしまいました。うん、はい、ありがとう。ね、ポンちゃん、このバナナに乗ってみかんを、みかんを乗せてバナナに入っております。ジャン君、